災害関連死に認定されたのは、去年7月の土石流発生当時、伊豆山地区に住んでいた90代の男性です。男性は去年8月30日、高血圧性小脳出血のため死亡しました。遺族から災害弔慰金の申請があり、昨日、医師や弁護士らによる審査委員会が開かれました。その結果、避難のストレスと環境の変化に伴う血圧上昇により発症したものと考えられ、災害と死亡に因果関係が認められると判断されました。関連死の認定はこの男性が初めてです。土石流ではこれまでに26人が死亡し、1人が行方不明となっています。